はい、みなさんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やっすでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、主に僕の体の状態と、そして闘病生活での体験談と、そしてその時々でニュースになる病気に関するお話と、そして皆さんがすでに知っていることを当たり前にやっていくことで健康になっていくんだよというお話をお送りしております。はい、私ただいまお目々が白内障でございますのでね、字幕スーパーはやめます。あのね、字幕スーパーの編集をするのをやめます。あのその編集をしているとですね、目が疲れて目が痛くなって目が見えなくなってしまうんですよ。そうするとですね、あの白内障の症状も、ね、すごく悪化してね、本当に何も見えなくなってしまうんです。でそうするとですね、その後の生活っていうのがね、できなくなってしまうんですよ。なのでね、字幕スーパーの編集をやめることにしました。はい、でね、その代わりなんですけどもね、文字起こしというのをですね、コメント欄の一番上にピン固定で記載しますのでね、ぜひそちらも一緒にご覧ください。はい、今日のお話はですね、まあこの時期ならでは、まあこの時期が原因で、でそしてあることが原因となって上がってきてしまう糖尿病のお話なんですけどもね、年がら年中僕糖尿病の話ね、最近してますけどもね、でもね、もうこの時期やからこそまあ上がってくるんじゃないかなって。このね、今の時期寒いじゃないですか。寒いからこそあることができないからというのが原因で、さらにそれがもう上乗せされてね、あの問題となってくるんだよという糖尿病なんですよね。その今日はそんな話をねしていきますんで、でまあ特にね、痩せてる女性っていうのはですね、まあ、肥満の女性と同じようにですね、これ実はね、今ね、将来的にはね、糖尿病を発症するリスクが高いんだよということがね、研究で明らかになってるんですよ。最近明らかになったことなんですけどね、まあ、でもとんでもないね、研究をしてますよね。でもその研究をね、こう行っていってですね、いろんなことがね、こうね、明らかになってきてですよ。そういうふうにしておかないと、いろんなことを明らかにしていかないと、しておかないとですね、こう後々のね、我々人間のね、健康の被害っていうのをね、回避できないのでね、こう警告を出してくれているという意味合いでね、まあ受け止めておけばいいかなと思いますし、もちろんね、先ほど女性と言いましたけどね、これはね、あの女性だけではなくてですね、まあ、同じ人間である我々男性でもですね、同じことが言えますのでね、男性諸君もね、あの将来に向けて気をつけて行っていってください。まあ、その糖尿病になっていってしまうんだよというね、まあ、このようなことになっていく原因としましてはですね、まあそのインスリンの分泌ってあるじゃないですか。あれがね、まあ、分泌不全になってしまうよというのと、筋肉量の減少というのが鍵を握っております。まあ、結論から言ってしまった感じなんですけどね、まあ、でもまあそのまま言いますとですね、あのまあ回避する方法をね、先にお話ししますと、やっぱりね、規則正しい生活をしていってね、筋肉量を維持するためにある程度のね、筋トレとかね、有酸素運動っていうのをねしておいて、体を作っておくことが大切なんです。まあこのようなね、ざっくりとしたことはね、まあ、いつもねお話ししていることなんですけどもね、あの当たり前にやっていくことで健康になっていくんだよというお話をお送りしておりますということなのでね、まあね、あの普通の話じゃないですか。寒いとね、そんな運動しないでしょ。だからね、この時期にね、こんなお話が上がってくるんです。でもまあ今回はですね、その女性がなぜどうしてそうなるのかというところにね、ちょっとピシッとこうね、フォーカスを当ててですね、細かく分析された研究結果をもとにお話をしていきますのでね、ぜひぜひ最後までお聞きください。はい、それはですね、まあ、日本がね、世界でも有数の痩せ型女性がかなり多い国だということだからなんですよ。先進国の中でもですね、体格指数 BMI っていうのがあるじゃないですか。あれがね、18.5 未満である痩せ型の女性の、
まあ、比率がね日本では最も高くてですね、まあ20歳以上、まあ、20代の女性ではですよ、痩せ型の割合っていうのがね、もうこれね、20% を占めています。あ、これは別にですね、それ以外のね、その 80% が肥満型と言ってるわけじゃなくてですね、まあ、普通型もおれば超痩せ型っていうのもねありますのでね、 BMI18.5 以上が全て、 BMI18.5 以下が全てではありませんのでご了承ください。でこれまでね、その痩せていてもですね、糖尿病のリスクが高いなよということはね、まあ、指摘されていましたけどもね、これがね中年以降をね対象としたデータではですね、若い女性に関してはそれが糖尿病のリスクに関係するなどかっていうのは分かってませんでした。そこでですね、あの箱根駅伝にも出場しているね、あの某大学があるんですけどね、そこの研究グループがですね、あの女性の糖尿病についてのですね研究を行ったんです。それはですね、18歳から29歳の、痩せ型の、BMI 女性、これ98人とですね、標準の BMI 女性、BMI の数値の女性、56人に対してですね、ブドウ糖をね摂取してもらって、その後の血糖値のね変化っていうのをね調べるという研究を行ったんです。するとですね、痩せている女性っていうのは、こっちの痩せている女性っていうのはですね、標準の体重の女性に比べて、もう体重が低くてね、体重が軽くて、まあ、体重がな数値的に低くて、筋肉量が少なくて、あの身体活動量、普通のね、あの体が動く時の生活のね、活動量というのが、こっちに比べて 23% 少なくて、さらにエネルギー摂取量っていうのがね、ご飯を食べる摂取量がですね、256kcal 少ないということが分かったんです。まあ、さらっとね、お話ししましたけどね、まあ、ここまでっていうのはね、まあ分かりますよね。イメージできますよね。それはね、痩せ型とね、標準を比べたらですよ。痩せ型は痩せ型ですからね、数字的には標準よりも少なく出るでしょうよ。って思うのは普通だと思います。しかしね、着目すべきところはね、そこじゃないんですよ。別にあるんですよ。それはね、糖尿病予備群ともいえるね、病態である、対糖の異常の割合なんです。対糖尿異常、対糖の異常ですね。このね、対糖の異常というのはですよ、空腹時の血糖値が正常値と、糖尿病と判断されてしまう値である異常値の間、このね、この間の状態のことを言うんですよ。で、痩せ型の女性におけるね、その対糖尿異常のね、割合がですね、13.3% に対してですね、標準の体重の女性の対糖尿異常の割合がですね、1.8%。1.8% ね、このね、13.3 と 1.8% を比べてですね、これはね、もうね、すごいんですよ。こっちからね、7倍ね、約7倍高くてですね、で、このね、約7倍高い 13.3% というのはですね、これはね、アメリカのね、肥満者における対糖尿異常の割合である、ここのね、ここの割合である、10.6% なんですよ。アメリカのね、肥満者の対糖尿異常が。そのね、10.6% アメリカ人よりも、痩せ型の女性の 13.3% の方が高かったということなんです。すごいでしょう。びっくりしますよね。肥満のアメリカ人よりも、痩せ型のね、日本人の女性の方がね、対糖尿異常がね、高かったんですよ。パーセンテージが。でね、その研究チームはね、さらにね、痩せ型の女性のね、対糖尿異常の特徴っていうのをね、詳しく分析したんです。おかしな話じゃないですか。普通に考えてくださいよ。見た目めっちゃ痩せてるのに、肥満のアメリカ人の人とね、比べたらですよ、こっちの方が、その対糖尿異常が高いって、おかしな話じゃないかと思ってね、詳しくね、分析したんです。するとですね、その痩せ型のね、女性っていうのはね、インスリンの分泌がね、低下しているだけではなくてですね、インスリンの抵抗性っていうのも、中年の肥満の人たちとね、同じ程度発生してたんですよ。ね、痩せ型の女性で若い女性なのに、ね、中年の肥満の人とね、インスリン抵抗性がね、同じっていうのはね、不思議ですよね。だからもう痩せてるのにね、その、これはね、その脂肪組織からですね、遊離脂肪酸というね、脂肪組織から血液にこう放出されて、エネルギー源として活用される脂肪分が出ていって全身にばらまかれている状態であるという結果が得られたんです。だから分かりやすく言いますとですね、痩せ型の女性のね
体の全身に脂肪分がばらまかれている状態なんですよ。でね、このね、遊離脂肪酸っていうのはですよ、エネルギーとして利用されてない時っていうのはね、ブドウ糖とね合成してできたね中性脂肪として脂肪組織に蓄えられていくんですよ。ということはですよ、痩せてるのに中性脂肪が多いということなんですよ。全身に散りばめられてしまっているということなんです、ね、見た目痩せてるのに、うわー、見た目痩せてるけどほんまは全身中性脂肪だらけなんやろ的な感じなんですよ。それをね、その解消すべくね、インスリンというのが働くんですけども、これまでね、そのインスリンの抵抗性、インスリンが働かないことっていうふうなことにはですね、主にね、もちろんその肥満の人の特徴とされてきたんです。でまたね、痩せ型の糖代謝の異常っていうのはですね、インスリンの分泌が低下しているのが主になっていてですね、これまでそのインスリンの抵抗性は関係ないとも考えられてきました。しかしね、痩せている若い女性のね、糖体の異常もですよ、肥満の人と同じようにですね、インスリンの抵抗性とかね、脂肪細胞からですね、脂質っていうのが有利脂肪酸として溢れ出すといった状態が発生しているということが、今回のね、研究でね、実はね、これ世界で初めて明らかになったんですよ。ね、何回も言いますよ。痩せ型の女性の人たちの中でね、実はあの人たちの体の中で、脂肪酸が溢れ出してるんだよ。体中に、その中性脂肪がね、散りばめられてる状態がすごいんだよ、ということなんです。まあでも全ての痩せ型の人が対象となったわけじゃないんですけどもね。ではね、なぜそのこれらのね、痩せてる若い女性にですね、その、糖体能異常が多いんでしょうか。それはですね、その今回の研究の対象となったね、若い痩せ型女性っていうのはですね、身体活動量が少なくてエネルギー摂取量が少ないということが特徴だったんですよ。だからね、動かない、ご飯食べないというのが特徴的だったんです。痩せ型の人でね、特にですよ、全然動かへん人で、全然食べへん人で、痩せてる人っていうのが特徴的だったんです。ほんでね、運動しない、食べない、痩せているというこの3つという状態をですね、エネルギー低回転型と言います。エネルギー低回転型、エネルギーが低い回転型と言います。でこれによってね、筋肉量が減ると、筋肉に貯蔵できているはずのね、糖の量がね、少なくなって血糖値が高くなってしまうんです。というのもですね、食後に上がった血糖値っていうのはですね、体の中で筋肉などにその血糖をこう取り込まれていってで、血糖値が低下していくんだよというメカニズムが体にはあるんですよ。さらにですね、その食生活が偏ったりとか運動不足だったりするとですね、筋肉に脂肪が逆に溜まっていってですね、筋肉の質が低下します。それによってですね、血液から筋肉に取り込まれるはずの糖っていうのがね、取り込まれにくくなってしまって血糖値が高くなるんです。だからね、そういうことなんですよ。血液の中の糖が筋肉に取り込まれてませんよ。取り込まれるべきはずが、べき糖が、取り込まれないんですよ。ということは血液の中に糖がずっと溜まってるんですよ。これって血糖値が高いっていうことになりますよね。っていうことなんですよ。まあどうでしょうね。血糖値が下がらないよねってことなんですよね。だからね、血液の中の糖が減らないということは血糖値が下がらないよねってことなんですよ。ね、それもそのはずですよ。取り込むべきはずのね、筋肉がですよ。もうその脂肪でいっぱいになってるから糖を取り込む余裕がないわけですよ。だからそれっていうのはこっちの脂肪がエネルギーとして使われてないからなんですよね。つまりですよ、筋肉量の減少と筋肉量の質の低下からですね、運動しない、食べない、痩せているというね、若い女性に糖体の異常、つまりはですね、糖尿病予備軍っていうのが多かったんです。でね、この状態を改善する方法としては、筋肉量を増やして筋肉の質を高めるということが重要となってきます。歩く、ジョギングといったね、有酸素運動でしょ。で、スクワットとか腕立て伏せといったような筋トレをして、そしてですね、良質なタンパク質摂取っていうのが大切なんです。いいタンパク質を食べましょうということなんですよ。で、まあ、このようにね、今言ったようなことがあったことによってですね、ここ最近のね、糖尿病の診療ガイドラインではですね、BMI は、まあ、個人差に付け加えて、22を唯一のね、基準とせずにですね、
22から、25の範囲っていうのを幅を持たせたんですよ。でもね、ここで注意しなければいけないことがあるんですけどね、もちろんね、質の良くない BMI25 は良くありません。BMI25 ってちょっと肥満なんですよ。ね、だから良くないんですよね。質の悪い BMI25 は良くありません。一般的にね、太っているか痩せているかっていうのをチェックするときにですね、体重だけにね、目が行きがちなんですけどね、それだけではね、体の中のですね、脂肪の量とかね、筋肉の量っていうのの割合まで分かりません。なので、測定するなら、ちゃんとね、スポーツジムにあるようなね、精密なね、測定器でね、体脂肪率、筋肉の量、基礎代謝量などね、分かるね、体組成計っていうのを使うことをお勧めします。スポーツジムに入会するとですね、まずね、すべてのデータをね、計測してくれるね、まあ、気合の入ったジムもありますのでね、まあ、今日このお話をね、お聞きになった人の中でね、自分の体が気になった人とかね、まあ、家庭用の体重計でのね、体脂肪率とかね、BMI の測定結果でね、ちょっとね、怪しいなと思ったらですね、ぜひね、スポーツジムに行ってみてください。その測定器で測ってくれますんでね。はい、そんな感じでね、まとめますと、若い女性でたとえ痩せ型でも、運動不足と偏食で体重も悪くて筋肉量が少ないので、中性脂肪が多くなって将来的にこの人糖尿病になりますせなりやすいですせというお話でございました。はい、そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。